自分はそのシーズン1の仕事に非常な手応えを感じてましたからあのまだこの仕事をもっとやれるっていうのを単純にものすごくく嬉しし感じました、まあ、あとはだからあのスタッフをちゃんとその合流できるタイミングを図ってただけで、うん、あのそれをこうなんかもう「進撃の巨人」はなんかこう何て言うかなまだまだちゃんとしっかり付き合っていこうという気持ちで。 今まであのその間も原作をずっと進捗を見守る <laughs>、ね、形でいずれ自分がアニメ化する気,のなんていうかな気持ちでこう原作もずっとあの見守っててそれでもやっぱなんか単純にその原作のファンとしてあの展開にはいちいち驚いたし時には泣いたし、うん、ずっとファずっとファンでいましたね。うん、今まででやることとと変わったという感じではなくて 今までやってたことの一部をあの小泉さんと一緒にあの二人でやれるようになった。現場がその進撃の巨人という作品の作り方に慣れてるということもあって、そのなんかあのー、みんなと一緒にできる部分があの増えてるんですよね。俺が全部決めちゃわなくてもこうなんかちゃんとみんなに任せていける部分がかなりできている、えー、現場なんで、で今回こういう形を取ってでみんなの。 意見でもっと作品を良くする。みんなのより、みんなの力で作るっていう体制になってるなという感じです。もともとアニメーターさんだっていうこともあって、まずはその絵の力が強いで、その進撃に巨人の現場は本当にその優れたアニメーターさんたちがたくさんいる現場ですから、その同じあの絵描きとしてのそのなんかあの。 共有している感覚それがあのよりこう連動を高める、えー、ことにつながっている感じですんであとはその「進撃の巨人にその」に小塚さんもずっとあの一期の最初,最初期から関わってる仲間なんであの作この作品ってこうなんかすごく気をつけなくちゃいけないところの多い作品で普通の漫画の何倍も。例えばこの一家と 作るにしてもなんならその原作の最新号の内容のことまであの考えに入れて決めなくちゃいけないあのところが多い仕事なんで,でそこに関してそのより「進撃の巨人」をその中なんていうかな詳しい人がその多ければ多いほどあの助かりますんで同じように「進撃の巨人」に精通している人があの、ね、こう隣にいて一緒に判断してくれるっていうのは何よりも心強いです。 あとはもう単純に演出家としてすごく優れている人なんであのうまいんであのそんな人が身近に、ね、こ,うこの世にいてくれるなんてなんて幸せなことだろうとまあ、まさに生れれてきてきくれてありがとう昨年末昨年後半かあるキャラクターの <laughs> そのなんてつうか顛末についてはもう迷子出るたんびにもう完全にこうなんかやられてて。 ああ,ああいやでもああみたいな, <laughs> なんか完全に翻弄されてました生きてたよみたいな <laughs> <その> <laughs> 喜びあったりして <laughs> そなんかえー、とかかと思うとあいつがああってことだみたいななんかこう今アニメ化している時にもこいつがなんていうもう何か何も言えない <laughs> まあでもそのなんかとにかく翻弄毎号出るたんびにこうなんか見たみたいな感じで。 見たってこう、えー、<laughs> そういううい感じで、うん、にぎわってます、えー。自分が大好きなシーンあって早くそこをアニ早くそこでやりてやるってもうな,んならそのその、1期が終わって何て言うかなちょっと経ってもう、何て言うかなまだ2期の、ね、作業は先だけど早くこれを根底にしたいんだけどってずっと思ってたやつ。 あって、まさか4年後にやるとすぐその意外に時間経ったけど、あのようやくやれるって言ってあの喜んでますね。も大好きなシーン。まあたくさんありますけど。キャラクター的にはあの今までその掘り下げられてこなかった。まあ、ユーミルやクリスタがそのなんか、あの彼女たちの内面が、えー、より深く描かれること。それがまず大きい見どころだと思います。 そこの,そのドラマに関してはあの伊佐山さんともすごく話し合ってあのより深めることができたなと思っててあとはそのアニメとしてその改めて「進撃の巨人」っていうものを手がけててあのも,うもう単純にやっぱ面白いなって思ったんですよね。あの、うん なんか「進撃の巨人」っていう優れた漫画がなんかこう何て言うかな僕らにの何かこういいところを引き出してくれるという感触があって「進撃の巨人」という漫画のアニメ化という作業でもなかったらこんなことをやろうともしなかっただろうと思うようなことをこう漫画化させてくれるんですけどそういう時になんかこう幸せを感じるんですよね。こうなんか自分の 何かを開いてくれたという感じ、そのこの漫画がでこの漫画が優れているからなんかこうなんか僕たちも何かいいものになれたような気持ちになれるというかそういう仕事ってなんかこうなていうかなたくさんはないと思うんで、うん、幸せなことだなって思いますね、うん、この進撃の巨人っていう作品に関われて幸せだなってまた 前にも思思っってててましたけど改めて思ってる最中です、うん、結構年月オンエア的には空いたんですけど、まあ、まずその現場は結構ずっと「あの進撃の巨人」の仕事をやってたっていうこともあってほぼなんていうかなそのブランクみたいなものを感じさせる感じることはなくてだからっていうわけじゃないけど見てみるとびっくりするぐらい本当にこう急に。 引き戻されると思いますあのなんか途中の数年なんてなかったかのような気持ちになると思いますんで楽しみにしてほしいですねあのやってる自分たちがこうなんかあっさりと感覚を戻され引き戻された感じがあったんで皆さんもすごく不思議な体験をなさると思いますね。優れたエンンターテイメント作作品で,であるその原作漫画が あれだけが持っている力だと思うんですけど。うん。すごい自然に戻されますから。あの、楽しみにしててほしいですね。うん、戦い続ける限りは。まだ負けてない。僕たちはずっと。 巨人によって巨人から守られている。俺が今からふざ <laughs> してやる。<laughs>